アレクサンドラ・ザレツキーは、ベラルーシ共和国ミンスク出身の女性アイスダンス選手。2006年トリノオリンピック、2010年バンクーバーオリンピックイスラエル代表。パートナーは、実刑のロマン・ザレツキー。ベラルーシ共和国のミンスクに生まれた。3歳の時に家族と共にイスラエルへ移住し、6歳の時にイスラエルでスケートを始め、1995年より、 実刑のロマンザレツキーとカップルを結成した。当初コーチは父イゴリと母エレーナであった。2001から2002シーズンから ISU ジュニアグランプリに参戦し、翌2002から2003シーズンにはイスラエル選手として初めて ISU ジュニアグランプリの表彰台に上るまでになった。2003から2004シーズンには JGP バルト杯で、 ISU ジュニアグランプリ初優勝を飾る。世界ジュニア選手権には4シーズン連続で出場し、2005年、世界ジュニア選手権では自身最高位の4位入賞を果たした。トリノオリンピックを控えた2005から2006シーズンよりシニアクラスに転向し、ISU グランプリシリーズにも出場を果たした。トリノオリンピックでは22位に終わる。 2006年ネイベルホールーン坂月で3位となり、シニアクラスで初めて表彰台に上った。2007から2008シーズンからコーチをガリトチャイトに変更。2008年欧州選手権では自己最高得点をマークし、自己最高位の8位となった。2008から2009シーズンは成績が伸び悩むものの、2009から2010シーズン、スケートアメリカで、 ISU 主催のシニアの国際大会で初めての表彰台となる銅メダル。欧州選手権と世界選手権では自己最高の順位となった。2009から2010シーズンをもって現役引退。バンクーバーオリンピック最終予選。国際スケート連盟主催。ありがとうございます。